チャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテ。バッターボックス柳田、相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから、こういう時は狙い目ですよ。さあホークス先制のチャンスを迎えています。打った、掴んだ、二塁送球、際どいタイミング、二塁アウト、ホークス先制、1対0。この場面で打席には井上が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。変化球打った、一塁アウトで3アウト。打順は1番に帰ります、バッター牧原。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。変化球で空振りを、ソフトバンク打ちに打ちました。